こんにちは、鎌田渚です。今日はおでこが広い人でも大丈夫、かっこよく決まるナチュラルセンターパートを作っていきます。まず全体を乾かしていきます。この時に根元からしっかりと乾かしてください。そうすることで綺麗に乾いてくれます。ある程度乾いたら櫛などを使ってまずオールバックにすることで沸きやすくなってくれます。でこの時にど真ん中ではなくて少しだけずらしてあげるとおでこが広さとかが隠れるのでやっていただければいいかなと思います。切ることができたら横を温風とレーフで押さえてあげてください。そうすることでしっかりと固定されます。自分もすごいおでこが広くてすごい悩みではあったんですけど、ちょっと分け目変えるだけでかっこよく決まります。立ち上げたいところにも温風とレーフを当ててあげます。このような形でグイッと持ち上げることでより立ち上がりがしっかりとしてくれますので、グイッて上げるのがコツとなってます。横も持ち上げて巻くっていうのが大切です。どうしても手上げるの疲れるんですけど、下で巻いちゃうことって多くて、こうやって持ち上げて巻くことでより熱が通しやすくなりますので、そうやってやっていただければいいかなと思います。このような形で縦に持ち上げて巻いてあげてください。横にやっちゃうとどうしても後ろに流れにくくなるので、こういう感じで巻いていただけるだけでかっこよく決まってくれます。でこれで巻くときなんですけど、このように一回一回手で整えるっていうのがすごい大切になってくるかなと思います。あったかい時に形を作って、冷えた時に固まるので、冷やしたい場所に置いておくっていうのも大事になってるかなと思います。分け目から1センチぐらいのところを持ち上げて、このような形に逆にグイーンと持っていってあげてください。そうすることでかなりふんわりとしてくれますので、かっこよく決まってくれるかなと思います。全体後ろのつむじ付近のところまでこのような形で巻いてあげてください。これぐらいですね、1センチっていうのは本当これぐらいの幅でかっこよく決まるので、それをこのように熱通してからまた手ぐしとかで整えてあげると綺麗に後ろに流れてくれるのかなと思います。後ろもこのように巻いてあげます。全体的に巻きが足りないかなっていう風に思ったところは1センチぐらい持ち上げて後ろに流れるように巻いてあげます。そうすることでふわっとかっこよく決まってくれますので、持ち上げて巻く1センチぐらいっていうのが意識していただければいいかなと思います。アルミの面のハードバンも使っていきます。1分間ほどなじませてあげてください。このようなスタイルは本当に接触力のないバームとかでもいいんですけど、どうしても崩れやすくなってしまうので、アルミの面のハードバームは接触力もあってかっこよく決まります。1分ほどなじませる。どんなに巻いてもワックスなじんでないと決まらないので、とにかくなじませてあげてください。なじんだかなと思ったらこのような形で振って整えてあげます。しっかりとなじませてあげたらおでこが広くても大丈夫、ナチュラルセンターパートの完成です。やっぱりナチュラルって女受けも素晴らしい。みんなやってみてください。